さあ広島リターンに入ります。双方押し合いながら、しかし広島陣25ヤード付近でボールデッドとなりました。失礼しました、30ヤード付近でのボールデッドです。この位置から広島の攻撃に変わります。広島自陣31ヤードからファーストダウン点。さあまず中央へのランプレー、ランニングバックに持たせるかクォーターバックが持つかというオプションプレーでした。託されたランニングバック20番中央突破果たし約7ヤードのゲインとしています。キャリア20番は玉谷は京都教育大学出身。広島セカンドダウン3、ボールオン自陣39ヤード。パス不成功。クォーターバック3番、ここはパスプレーを通そうとしましたが、これをエールズディフェンスラインがパスカット、このパスを不成功としました。パス失敗によりサードダウンに変わります。広島サードダウン3、さあ中央のランプレーでしたが、これはエールズナイスディフェンス。広島中央突破によりこの攻撃権更新を図りましたが、エールズのディフェンスが圧倒し、この攻撃を更新させないままフォースダウンに移しました。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ここでオフェンスチームに交代違反、フィールド上に12人いるという反則がありました。アメリカンフットボールはフィールド上は11人以下でなければいけません。この反則により広島5ヤード抜体となります。広島フォースダウン8、パントフォーメーションを選択します。このバントはエールズ陣35ヤード付近でアウトオブバーンズ、この位置での攻守交代となります。攻守変わりましてエールズの攻撃となります。エールズ自陣35ヤードからファーストダウン点。さあ試合再開です。エールズファーストダウン点、ボールオン自陣35ヤード。さあまずはランニングバック22番に託しまして左オープンへのランプレー、これを22番見事なステップで左オープン展開し約7ヤードのゲインとしています。キャリア22番は山下、チームの代表を務めるバイプレ、チームの代表でもあります摂南大学出身、エールズ自陣42ヤードからセカンドダウン3。さあこのプレーパスは通ったようです。パス成功、ファースタークォーターバック11番、ここでワイドレシーバー4番にパスを通しました。4番ディフェンス2人に囲まれながら見事にこのパスを成功させ攻撃権更新、ファースター。素晴らしいパスキャッチを決めましたのはワイドレシーバー4番の信弘、京都工芸繊維大学出身。エールズ自陣46ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのランプレーを選択します。キャリア24番、味方ディフェンスと隙間を縫いながら中央突破を図り約2ヤードのゲインとしています。キャリア24番は小林、京都工芸繊維大学出身。エールズ自陣48ヤードからセカンドダウン8。パス成功、クォーターバック11番ワイドレシーバー22番にパスを通し22番タックルを受けながら約3ヤードのゲインとしました。パスを取りました22番はチーム代表でもある山下、摂南大学出身。エールズハーフウェイからサードダウン5。さあ判定はパス不成功でした。ここでクォーターバック11番ワイドレシーバー19番へのパスでしたが、19番ジャンピングキャッチを試みましたがしかしパス不成功、フォースダウンに変わります。エールズハーフウェイからフォースダウン5、パントフォーメーションを選択します。広島これをフェアキャッチ、リターンせず広島陣25ヤード付近からの攻撃を選択します。攻守変わりまして広島自陣26ヤードからファーストダウン10。クォーターバック3番ハンドオフオプションで自らキープ、相手ディフェンスの隙間を縫って一気に7ヤードのゲインとしています。広島クォーターバック3番は山口、亜細亜大学出身。広島自陣32ヤードからセカンドダウン3。広島中央へのダイブプレー、何枠に速い密集点への突破プレーを敢行させました。キャリアは20番。これによるゲインは1ヤード。キャリア20番は玉山、京都教育大学出身。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。両チーム白熱の攻防が続きます。このウォーターブレイクが果たして両チームの流れを変えるきっかけとなるでしょうか。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。広島自陣33ヤードからサードダウン2。パス不成功。クォーターバック3番ビアフォーメーションからワイドレシーバー1番へのパスでしたが、1番カバーされていてパス不成功に終わりました。パス不成功によりフォースダウンに変わります。広島フォーメーション変えましてパントフォーメーションを選択します。なんと広島攻撃権を確保しました。先ほど広島スナップが乱れましてパンターあわや大きな交代を強いられましたが、なんとかこれを蹴り出しエールズこれをリターンするチャンスと見て反撃に出ようとしましたが、この時にリターナがボールをファンブル。結果的にそのボールを最終的に抑えたのは広島のため、広島大きく前進し攻撃権更新となります。広島ファーストダウン。広島相手陣19ヤードの地点に入りましてのファーストダウン点に入ります。ここで広島は1人だけ動かしていいレシーバーにジェットモーションをさせ、そこから加速してのジェットモーションスイープを展開しようとしました。しかしこれをエールズ見事に対応し約3ヤードロスとしています。広島相手陣23ヤード22ヤードの地点からのセカンドダウン13。タッチダウン。なんと広島ここで一気にタッチダウンを狙いました。クォーターバック3番右エンドゾーンギリギリを目指し、その位置に飛び込んだワイドレシーバー10番、これを見事にキャッチしてエンドゾーンで着地。タッチダウン成立となりました。広島6点獲得。広島トライ4ポイント。ここでしかしイエローフラッグ、反則が発生しています。キッキングチーム側の反則です。イリーガルフォーメーション、定められたルールに従っていない不正な体系を取りました。この反則により5ヤード抜体となり、トライ4ポイントをやり直しとなります。攻撃体系は最前列に必要最低限の人数、そして後ろ後方にいるバックスとして設定される選手に人数の制限があります。この人数の配分を間違えますとイリーガルフォーメーションとなります。さあ5ヤード下がりまして、トライ4ポイントのやり直しです。キックブロック、これはリターンしきれませんでしたが、しかし結果的にトライ4ポイント失敗となりました。広島ホークス16点、リードイフォードエールズ0点。しかし結果的に広島はこれによりタッチダウンによってさらにリードを広げることに成功しました。その見事なパスキャッチを決めましたのは、広島ホークス10番才木、関西大学出身のプレイヤーでした。さあこれにより後半を広島がまず主導権を取る形でまず試合が動きました。その広島のキックオフにより試合再開となります。エールズ反撃なるでしょうか。エールズリターンに入ります。ここでボールをファンブル。さあ抑えたのはどちらか。抑えたのは広島、したがって広島の攻撃となります。エールズ、ここのキックオフリターンで一気に陣地挽回およびあわよくば得点を図ろうとリターナー思い切ったリターンをかけましたが、この時にボールをファムル、それを抑えたのは広島、したがって広島の攻撃となります。広島ファーストダウン。広島相手陣28ヤードからのファーストダウン点。さあ中央へのランプレー、キャリア20番、味方ブロッカーを生かし約8ヤードのゲインとしています。広島キャリア20番は玉山、京都教育大学出身。広島相手陣21ヤードからセカンドダウン残り2ヤード。さあ再び中央へのランプレー。クォーターバックのハンドオフオプションで託されたランニングバック、中央突破を図りまして攻撃権更新です。広島ファーストダウン、見事攻撃権更新を決めました。キャリアは21番の選手、岩田、立教大学出身のランニングバックです。広島相手陣17ヤードの地点に入りまして、ファーストダウン10。さあ、さらにランニングバックに託します。今度はキャリア20番玉山、京都教育大学の選手でした。ステップを見事に切りまして、約3ヤードのゲインとしています。広島相手陣14ヤードからセカンドダウン7。クォーターバック3番、ハンドオフオプションで右オープンへ展開。ディフェンスの隙間を縫うようにサイドライン際駆け上がり、約5ヤードのゲインとしています。広島サードダウン2、ボールオン相手陣10ヤード。タッチアウト。ここでクォーターバック3番、プレイアクションのパス、これをワイドレシーバー1番ジャンピングキャッチして、そのままエンドゾーンに入りまして、タッチアウト。広島6点獲得となりました。そして広島トライ4ポイントに入ります。キック成功、1点追加。広島ホークス23点、リードイ・ホートエールズ0点となりました。広島相手チームのミスをつきまして、このチャンスを生かし一気にタッチダウンを重ねました。さあ、差を広げられましたリードイ・ホートエールズ、この攻撃でその差を詰めることができるでしょうか。広島キックオフ。さあ、リターン入ります。ナイスリターン、リターナー22番、ここで一気に陣地取り返さんと自陣40ヤード付近までリターンいたしました。リターンしました22番は山下、チーム代表であり摂南大学出身。エールズ自陣39ヤードからファーストダウン10。キュリーサー、ここでクォーターバック11番ロングパスを投じようとしましたが、これを広島57番が見事な出足によりキュービースタック、大きく後退させることにいたしました。キュービースタック決めました。広島57番は手塚、広島大学出身のルーキープレイヤーです。さあエルズ、ここは左に1回展開させました。キャリア31番左オープン展開し、攻撃権を前進させています。約5ヤードの前進となっています。現在画面表示の方が滞っておりますが、ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、リードイフォートエールズ0点、広島ホークス23点で最終クォーター第4クォーターに移ります。